より良い沖縄を次の世代へ、共に手を取り明日へ、つなごう沖縄プラス。野菜の選別や袋詰めをするスタッフの皆さん、今日はですね、人参の作業をしています。傷がないかチェックしています。実はここ浦添市にあるスーパーマーケットの店内に設置された就労継続支援の事業所。障害などで働くことが難しかった人たちが支援員のサポートを受けながら生き生きと仕事に取り組んでいます。ハートフルユニオンは地域で働きたい、暮らしていきたいという方々の思いの実現のため、宮崎県にある社会福祉法人キャンバスの会とユニオンがビジネスパートナーとして共に立ち上げた事業所です。このスーパーでは野菜の選別、袋詰めなどの作業はパートやアルバイトが担当していましたが、この事業所の開設によって障害者就労の支援を受けた25人が働けるようになりました。もう皆さんとても一生懸命で、積極的に、であと分からないこととか困ったことは相談しながら一緒にやってくれるので、とても楽しく、それぞれのペースに合わせて安全に安心して楽しくできるようなサポートを心がけています。楽しいです。利用者同士は仲良くやってます。カットフルーツとかちょっと難しいんですけど、一日一日クリアしていけるのが楽しみです。誰もが働ける場所があり、働く喜びがある。ハートフルユニオンのこの事業は、すべての人に健康と福祉をという SDGs の目標にもつながっています。今後はハートフルユニオンの利用者様が将来一般就労を目指し、自立に向けた夢を実現できるようにお手伝いしていきたいと思っております。就労は仕事と人のマッチング。ハートフルな職場からは、福祉の枠を超えた可能性が見えてきました。